ダイソーで300円で購入した寝具ニュームになります。こちらね、中を開けていくと、よいしょ、こんなね、陶器の鉢と、だいたいいつも100円サイズで売ってる植物、このサイズですよね、このビニールに入ってますよね、こんな感じの観葉植物とセットになっていました。で、このまま育てていると水やりの管理がとても難しいです。あとね、育てにくいですよね。なので今回は枯らさないように、育てやすいように植え替えを早速やっていこうと思います。まずはじめに土、どうかな、根の感じは見てみましょうか。店頭でもね、結構お水が入っていたんですが、とてもそうですね、こんな感じで入っています。今回はこのまま土植えにしようと思うので、崩すのはこのぐらいにしておこうかと思います。今回使うのはこちらの鉢、あ、すいません、手が汚れていたので鉢も汚れてしまいました。こちらもね、ダイソーさんで購入した、コンクリート調植木鉢デザインというものになります。こちらと、あと土もね、ダイソーさんの土を使っていこうと思います。こちらの軽い観葉植物の土、こちらね、今まで何回かとか随分使っていますが、こんな感じで特にね、虫、コバエですか、湧いたこともなくて、とても使いやすくて、とても最近ね、重宝しています。なので今回はね、ダイソー縛りでダイソーさんの鉢にダイソーさんの土で植え付けていこうと思います。鉢底ネットをね、まず入れます。鉢底石、これはね、すいません、ダイソーさんじゃないんです。ちょっとね、細かいの使いたかったので、自分の持っているものをね、今日はね、使わせていただきます。あ、入れすぎちゃったかな。害虫対策にウルトラン DX をパラパラ、こちらもすいません、ダイソーさんではね、売っていないです。では苗を入れていこうと思います。このようにね、中央に置いてあげたらば、軽い観葉植物の土を周りに入れていきます。少しね、こうやって押してあげるとね、隙間なく土が入っていくので安心ですよね。もう一つ、もう少し入れていきます。こんな感じで土が入りました。サイズもね、ちょうど良かったですよね。ではこの後に水やりをしていきたいと思います。水が染みるように何回かに分けて水やりをすると良いかと思います。染み込んでいってくれたようです。クマパン園芸。